ブンブンハロー YouTube。 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はねちょっと新企画やっていきたいなと思います。ということで今日の企画がすごい人物を語るというねちょっと企画なんですけど、これどういうことかというと、世の中にはねたくさんのまあすごい人物っているじゃないですか。まあある程度の成果を上げられた人であったり、まあ人間的に優れている人であったりね、ちょっと他の人とは違うというか、まあすごい人で、この YouTube では僕がね、僕の独断と偏見で一人選んできて、その人の何がすごいのかなっていうのを僕なりの視点で皆さんにちょっと解説するということで、興味ある方ね聞いていただけたらなと思います。まあ、なかなかね深い考察とか僕なりの結構深みのある考察もしてますので、興味ある方は聞いていただけたらなと思います。じゃあまず記念すべき第一人目なんですけど、それがねヒカキンさんですね。今回ちょっとヒカキンさんについてね、ちょっと僕がちょっと語っていきたいなと思うんですけど、やっぱりね、そのヒカキンさんという、やっぱりこの YouTube 界のも神的存在であると。で、まあ、神的存在である意味つ、ある一方というか、ありつつ、かつ、もう YouTuber のもう原点にして頂点と。そういうね、代名詞がふさわしいんじゃないかと思う。日本一の YouTuber ってもう誰ですか？もうはじめ社長、ヒカキン、もうほとんどの人がヒカキンというと。で、今もチャンネル登録者数もね、930万人、940万人かな、もう1000万人に行くんじゃないかというぐらいの人で、もう日本人のもう10人に1人はチャンネル登録してるっていうレベルの人なんですけども、ちょっとね、やっぱりこの僕 YouTube を始めるにあたって、いろんな人の動画とかをちょっと研究したんですよね。まあこういう感じでやられてるから多くの人に見てもらえてるんだなとか、すごい YouTuber ってやっぱりこんなこと気をつけてるんだなとかを研究したんですけど、やっぱりその中でヒカキンさんっていうのはもうよく研究させてもらったんですよ。だから僕ならではのね視点っていうのを皆さんに、ヒカキンさん、皆さんより僕の方がね研究した分、ヒカキンさんの魅力もちょっとわかるんじゃないかなということで、ね、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。じゃあまずね早速どこがすごいのか話していきたいんですけど、まずヒカキンさんっていうのは元々ビートボックスだったんですよ。このブン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 パチ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 みたいな話で、まあそっから初めはそういうビートボックスだけを2008年ぐらいから動画上げられてたんですけどね、そこに2010年か2011年頃にスーパーマリオのビートボックスの動画を上げたら、その海外で大ヒットしたんですよ。だから元々は海外だったんですよね。やっぱりそのビートボックスっていうのは別に日本人でも外国人でも、その日本語じゃないからグローバルに見てもらえるじゃないですか。だから、まあ、初めは海外の人を視点にやってたんですよ。で、そっからだんだんと商品紹介の方に移っていったんですよね。で、こんな時に、そのいきなりそのやってる内容を変えると視聴者が見てくれなくなるから、初めはね、やっぱりそのビートボックスの部分とかも残すようにしたんですよ。で、その名残がこのブンブン、ハロー YouTube っていう、このハロー YouTube っていうのは外国人向けに、こうブンブンっていうのはそのビートボックスの名残ということで、まあそういうふうにいけない変えないようにしたのが、今のこのブンブンハロー YouTube の、まあ、できた由来であるということなんですよね。で、そっからまあ商品紹介していったんですけど、そっからね、まあ、ゲーム実況であったり、まあそのいろんなやってみた動画であったり、まあ子供向け動画に移行していったりするんですけども、まあ、ここで思う一つ目強いのが、変化に対応できる能力がすごいなっていうことで、まあ、要はその YouTube っていろいろ変化してるじゃないですか。もともとは本当にもうお金の稼げなかった時代から、 YouTuber って市民権何なんだあいつらは、楽して金稼ぎやがってみたいな、なんか世間からの逆風があって、でそこからその YouTuber っていうその職業が認められて、でそこからまた芸能人がねたくさん入ってくる中で、ヒカキンさんって常に変わり続けてるんですよね。要は初めはビートボックスだったけど、次商品紹介、そして子供向け動画っていう、これが本当にすごいなって思ってて、やっぱり一度成功した人って、その自分の成功体験とか、その成功の方程式とかにその依存しちゃってね、自分のことをなかなか変えようとしないところがあると思うんですよ。要はその一度この我流で成功したら、これが一番正しいやり方なんだ、俺はこれでやったら成功できるんだみたいなことを思ってしまうと人も多いんじゃないかなと思うんですよね。で、その結果その世間からはそうやっぱりちょっと落ちていっちゃうっていう人も多かったかもしれないですけど、ヒカキンさんはそうじゃなくて、本当にその変わりゆく時代とか時代の流れとかを読んで自分を変化させていってるっていうのは、これ一つね本当にすごいなって思いました。やっぱりそのヒカキンさんを見ると、今の2021年2022年の YouTube の動画、どういうのが受けるのか、多くの人が、まあ、需要があるのかっていうことが見えてくるんで、もしね皆さん今から YouTube 始めたいという方はね、ヒカキンさんとかトップの YouTuber がどんなことをやってるのかなっていうのをね見定めてみるのがいいんじゃないでしょうか。まあ、ある意味そのなんていうんですかね、ある時代を作るのってその時代の頂点の人間っていうところあるじゃないですか。要はその
戦国時代は織田信長が作ったみたいな、なんかその邪馬台国の卑弥呼時代は卑弥呼が作ったみたいな。だから今のその YouTube 界ってきっとそのヒカキンとかはじめ社長が作ってる部分っていうのがあるんですよ、やっぱり。まあ時代って多分そういうもんなんで、だから今のその今から YouTube をね大きくしたいっていう方はヒカキンさんをちょっと見てみてはいいんじゃないでしょう。で彼もね多分今後もどんどん変化していく、視聴者を飽きさせないような工夫をしていくんじゃないかなということで、そこはまずね一つ目すごいところですね。で次が戦略化ってことなんですよ。これどういうことかというと、まあ、YouTube ってヒカキンさんって子供向けが多かったりするんですよね。これなぜ子供向けなのかというと、まあ、当時もともと今でこそ芸能人が入ってきて多くの大人のもう YouTube 見るようになってるんですけど、2013とか14年って多分大人って YouTube 見なかったと思うんですよ。何なんだこんなくだらない動画上げやがってとか、まあ、見たとしてもなんかその、どちらかというと10代20代とかもしくはその子供がねその暇つぶしに見るような動画だったと思うんですね。ヒカキンさんはそれをまあいち早く察知して子供向けに動画を作り始めたんですよ。なぜなら子供っていうのは視聴者の層が多い上にやっぱりそのある程度その大人って一度見たらもう二度と見ないんですよね。でも子供ってなんか同じ動画を何回も繰り返す見るっていうところあるじゃないですか。僕もね小学校の頃にそのドラえもんとか名探偵コナンのアニメとかをねビデオで録画してなんかその何度もね繰り返し見たっていう思い出もあるんですけども、まあそんな感じでねそういうまあ要はその子供向けをターゲットにするという戦略家であったり、またねビートボックスをやってるったからかもしれないですけど、やっぱり英語で外国人向けに動画を作ってた時期もあったんですよ。要はその日本人って全国の70億人のうちの1億人であると。でも海外だったらもっと増えるわけじゃないですか。だから YouTube っていうのはそのグローバルもう全世界の人が見てるんで、まあそういうのをねヒカキンさんは学んでその英語圏の人にもね視聴者にも見てもらえるような動画を作ってたりとか、そういう戦略家なんだなっていうのが一つあります。そして次がナンバーワンであり続けるっていうすごくさ、やっぱりねそのナンバーワンってすごいんですよ。よくそのまあ優勝準優勝は天と地ほどの差があるとか、1位じゃないとダメなんです、2位じゃダメですかみたいになるじゃないですか。あとまあその要は1位ってすごいんですよ。やっぱりこのねこうピラミッドがあってこうあるわけですよ。1位がいて2軍がいて3軍がいてみたいな。でやっぱりねこのピラミッドの頂点ってなんかちょっと違うんですよ。あとはプレッシャーもあるでしょうし、やっぱり普通だと登れないわけですよ。でそこにそのこんだけ10年ぐらい居続けるってとんでもないことで、これねやっぱり何かの分野にトップになる人って基本的に落ちていくじゃないですか。その芸能界でも芸能界って入れ替わり激しいと思うんですよ。要は受けた芸人ってすぐに消えていったりで、消えていったと思ったらまた新人が入ってきて、その新人もどんどん消えていって、本当にその10年20年残り続ける人ってほんの一握りだと思うんですよ。なんですけどヒカキンさんってまだ未だにその2021年現在ナンバーワンで生き続けるっていう、これはねちょっとすごいなっていうことを思いますね。やっぱりそのなんていうんですかね、プレッシャーとかもあると思うんですよ。要はその結構狂った人生だと思うんです。明らかに普通の人生じゃないじゃないですか。要はその全世界の全なんていうんですかね、子供たちがなんか自分のことをその尊敬してると見ていると毎日で、そのために動画を作り続けるっていうこのプレッシャーすごいと思うんですよ。要はそのちょっとでもねもうタッションとかできないわけですよね。でもう要はその犯罪行為とか、もう人としてちょっとなんか普通の人ならあいつアホやなと思われてることでも、ヒカキンがなんかタッションしたら あいつ何してんねんみたいな、その要はその小学生、子供ってある意味素直で残酷なんで、結構ねもう大人はまあしょうがないとか言っても子供はまあヒカキンなみたいなことを言いかねない中でナンバーワンで続けるのはねちょっとすごいなと思いました。はい。で次に継続力なんですよ。ヒカキンさんって、まあ、今でこそ毎日更新じゃないんですけど、昔毎日更新してたじゃないですか。でヒカキンさんの動画ってぶっちゃけそんなに面白くないんですよ。だからおそらく僕のまあ僕だったらやっぱりその結構毎日毎日ねそんなにめちゃくちゃ面白くないような動画を毎日そのまあ決まった時間にアップロードするってなかなかきついんですよ。なぜならやっぱり人ってちょっとやる気出ない日とか、なんか風邪ひいちゃう日とか、
あると思うんですけど、それをね、ヒカキンさんは何年も作り続けるって、これすごいなって、やっぱり継続は力なりって言ってますけど、ヒカキンさんなんてまさにね、それを体現されている方なんじゃないかなって思いますし、やっぱりその辺やっぱりイチロー選手とか、ね、超一流の人って毎日同じルーティンをすることをね、まあ、やり続けられる能力、それは本当すごいなって思いました。まあ、イチロー選手なんかでもね、やっぱり毎日練習、まあ、他の選手もしてるかもしれないですけど、イチロー選手もなんか毎日カレー食べたりとか、なんか同じ決まったルーティンあるじゃないですか。そういう感じでね、ヒカキンさんも本当にすごいなと思います。僕もね、ちょっと毎日少しずつでも、ね、決めたことをね、まあ、1日でも、まあ、続けれていけるように、ね、ちょっと頑張っていきたいなと、そんな感じです。で、次に、すごいなと思うのが、パイオニアなんですよ。これはね、ちょっと他の人じゃない、やっぱり特殊な才能というかね、ちょっと特別な人だと思うんですけど、やっぱりその、YouTube って、本当初めて怪しい人だったじゃないですか。そもそも動画投稿する人って2010年代とか、ぶっちゃけ頭のいかれた人というか、なんか社会不適合みたいな目で見てる人多分多かったと思うんですよ。で、しかも当時今みたいにその誹謗中傷に関して、なんかそのネットなんて誹謗中傷するの当たりしても全く法律罰せさせられないみたいな、むしろ動画上げてる方が頭おかしいみたいな風潮あったんで、その中でからその動画を上げるっていうね、まあ、多分好きなことというか、なんかその信念があったからやり続けられてたんですけど、で、それで、その YouTube っていう一つのその職業というかね、その道をね、開拓された、その開拓者精神、これマジですごいなと。やっぱりその誰かの辿った道を歩くのって、やっぱりその、まあ、ある程度楽なんですよね。その向かい風が来ないというか、もうある程度その道が作られてるから。だけど何もないところにこう自分でこう道を作っていくのってすごいエネルギーがいるじゃないですか。要はどういうエネルギーがいるかというと、その動画を上げる人を世間の人はなんか楽して稼ぎやがってとか、頭のおかしい人とか誹謗中傷が飛んできたり、お前顔キモいんじゃみたいな来たり、その中で毎日上げ続けるっていうその精神力というかね、パイオニア精神がまずすごいなと思いました。あとはまあ、あとはね、最近はですね、社会に対してものすごく有益な発信っていうか、いい影響を与えてるなと思ってて、例えば、そのコロナが発生した時に、多額のね、その寄付金を、その1億円かな、それぐらいをね、寄付金として、まあ、確か日本にね、寄付されるんですよ。これすごいじゃないですか。1億寄付って。ちょっと1億寄付なんてね、いないんじゃないかなっていう感じしますよね。前澤さんも1億円、まあ、金配ってる、まあ、あれは給、まあ、あの人は、まあ、あの人でちょっと、まあ、別なんですけど、まあ、ヒカキンさんも1億給とか、僕の周りで1億寄付なんてね、いたらもう、その、本当にもう、ははーみたいな、まあ、それぐらいすごい人だなっていう気はしましたね。はい。で、他にも、そのヒカキンさんって、なんかそのビジネスの才能があるなって思ってて、なんか、一度、なんかアイスクリームと、何だったかな、コーンポタージュか、なんか自分の YouTube の中でこのアイスとこの食べ物を組み合わせたらなんか商品化されるんじゃないですかねみたいな、これビジネスの匂いしますよみたいなことを動画上げた瞬間、その1ヶ月ぐらいにその商品が本気で出たり、でしかもそれがそれなりに売れたりとか、そういうことでやったりね。あとなんか自分のやっぱり好きな商品じゃないと紹介しないっていうポリシーがあるらしくて、やっぱり多くの人って企業から頼まれたら、そのお金をもらったら、いやでも本当は良くない商品でもこれいいですよって紹介しちゃうと思うんですけど、ヒカキンはそれをしないらしくて、要はやっぱりその今のテレビって10年前だったら、そのまあ食事とかでまずいものをそのタレントがね、これ美味しいですねみたいなことを言っても、あ、そうなんだ、美味しいんだなって許されてたかもしれないんですけど、今は SNS があるから、これ美味しいんだなって嘘ついて言ってもやっぱり結局バレちゃうんですよ。あれ本当はまずかったですよってツイッターでいろんな情報があるから。だからヒカキンさんはそうするとやっぱり嘘をついてまでいい商品を紹介しちゃうと、結局そのトータルで見るとね、信用が下がっていって自分の価値が下がるっていうのを知ってたり、その辺結構ビジネスの才能だなっていうふうに思ったりとかね、すごいなっていうふうに思います。あとはね、スキャンダルがないっていう、これマジですごいんですよ。基本的に、こういう一定の成功を収めた人って、消えていく理由にスキャンダルってめちゃくちゃ多いと思うんですよね。要は日本ってある程度妬み社会なんで、もう週刊誌とか、その、アンチとかが、その、ヒカキンさんを潰そうとしてる人も、まあ、それなりにいると思うんですよ。で、上げ足を取ろうとしてると。でも、ヒカキンさんって一切ないじゃないですか。犯罪を犯したももちろんないですし、なんか今回コロナで飲食店が起きた
あの飲食店でそのコロナの緊急事態宣言も家にいてたりとか、なんかその女性問題がありましたとか一切ないと。普通だったら一つも二つ出てきてもおかしくないんですけど、これすごいなっていう感じですよね。むしろその YouTuber31 名が飲み会していた時にヒカキンさんは家でなんかコロッケ作ってたみたいな、揚げ物、揚げパン作ってたみたいな、それでヒカキンさんの株が上がったみたいな話があるぐらいなんで、いや、この辺ほんとすごいなって尊敬しますね。まあ、これではね、ほんとすごいんじゃないですか。そんな感じです。まあ、あとはね、あれですね、テレビとの共存っていう部分もすごくて、要はその YouTuber、今でこそたくさんにテレビ出てますけど、もともとヒカキンさんが確か初めだったと思うんですよね。で、ここで、やっぱりそのヒカキンさんが出たことによって多くの YouTuber が出るようになって、やっぱりこの今この YouTube っていうのを市民権が得られてたり、やっぱりその小さい子供が尊敬してるなりたい職業ランキングのトップに来る理由っていうのはね、まあ、ヒカキンさんが多分ほんと5割以上、もう8割と言っていいぐらい占めてるんじゃないかなっていうぐらい思います。もう本当にその人すごいなと、いや社会に与えたプラスの影響がね、ヒカキンさん本当すごいなと思いますね。日本のナンバーワン YouTuber がヒカキンさんでよかったとかなり思いますよ。そんな感じです。あとね、もう一つ言うなら、なんか最近ね、そのじゃんけんってあるじゃないですか。僕らだったらその最初はグーじゃんけんポン、この最初はグーじゃんけんポンってなんか志村けんがテレビでやったらしいんですよ。でそれが当時の小学生とか中学生が真似するようになって、最初はグーじゃんけんポンになったんですけど、今までこれじゃなくてね、最初はブンブンじゃんけんポンらしいんですよ。要は志村けんを超えたっていうね、小学生のジャンキー今最初はブンブンジャンケンポンになってるっていう、これすごいなという感じですよね。志村けんをね超えたってことで、もうちょっとヒカキンの YouTube を見れば見るほど彼の凄さが目の当たりにして、もうこれってちょっとやばいなっていうのを分かりました。まあすごい、もう社会に与えたプラスの影響が大きすぎますし、まあ、あれは本当にね、人格者でありつつすごい、もう、偉人と言ってもいいレベルの人、もう平成令和のトップエンターテイナー、日本を代表する人なんじゃないでしょうか。ということで、今日はね、僕が挙げる第1回、僕が挙げるすごい人というテーマでね、話させていただきました。まあ、これに関しては、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、皆さんの、ね、意見もぜひね、お聞きできたらなということで、なんか、こう思いますとか、こうなんじゃないですかみたいな、私はこうです、みたいな方があればね、コメント欄にコメントしていただけると、基本的に全て見ていますので、よろしくお願いします。ということで、今後ね、また第2回、すごい人を語るというテーマもやっていきますのでね、ぜひ、楽しみにしてください。まだね、この人語ってくださいというのもあれば、リクエストがあればね、基本的に答えますので、ぜひお願いします。ということで、今後 YouTube 頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、じゃあね。